サッチー脱ぎたいサッチ。どうしても脱ぎたいんですね。まあ、多分サッチのおっぱい爆乳でしょうね。なんかその動画から爆乳感が伝わってきますよ。ね、爆乳感が。爆乳サッチ。爆乳サッチにしておきましょうか。爆乳大丈夫です。脱がなくても分かってます。なんとなく伝わってきますよ、爆乳感が。はい。まあ、ああのー、なんだ。 あよかったですね。まあ、実際に、あの、僕の話を理解できるっていうのは、多分何もやってなかったら、多分理解できないので。うん。だから、やっぱ人間にはステージがあるんですよね。ステージが <laughs>。だから、ね、例えば、ん、まだ足し算も勉強してない人が、足し算も勉強してない人が、うんコサイン、タンジェント、因数分解、多分難しいですよね。<laughs> だから、ステップがあるので。 だから僕も、まあ、今、本ねたくさんありますけど全く勉強してなかった時は意味が分からなかったですね。で、意味が分からないなりに勉強するという苦痛ステージがあるのでその苦痛ステージを通り越すとなんとなくそうなんじゃないかなっていうなんとなくステージでこのなんとなくステージをクリアするとあそっか、そういうことかと確認ステージに入るんですよね。 僕今本を読むのは確認ステージですね。うん。学びはないです。確認です。<laughs> もはや。<laughs> やっぱりそうだよね、と。やっぱりこいつもそうか、とかね。うん。間違いない、とかね。<laughs> 人間は忘れるので、忘れる生き物ですから、あの常に思い出す、確認するっていう、<laughs> あの、なんだ、巻き込み確認ですよね。<laughs> 巻き込み確認なんか忘れるじゃないですか。どうすかね。 教習所の時に巻き込み確認やってたと思うんですけど、忘れますよね。そう。だか昨日か昨日運転してた時に、あのバックミラーパって見たら、<laughs> おバイクついてるって見えないんですよ。もう、死角っすね。なんか、ここら辺にバイクすごいいて、危ね危ねみたいな。ねちょっとびっくりしましたね。いつまにバイクがみたいな。死角でしたね。<laughs> そう。まあ、あのー、なんだ まあ、サッチーさんはね、ちょっとお時間かかるかもしれないですけど、お待ちしてますので、はい、僕はくたばらないように、サッチーさんからね、入金できるように、くたばらないように僕、頑張りますんで。<laughs> まあまあ,あの、続けることはマストですね。なんか続けることがすごいんじゃなくて、続ける、なんか人生変えたいんだったら続ける以外ないので、だってそうじゃないですか、自転車乗りたいのに続けなかったら、自転車乗れないんですよ。 人生変えたいんだったら人生変えられるまで続けるっていうね。だ本当に一つの成功、もう本当にもうこれしかないです。成功するためにひとあのやるべきことは、成功するまでやるっていう。だそれがもうマストです。マストね <laughs>。だそれが基準であり、マストであり、デフォルトであり、なんか当たり前のことなんで、あの、なんかそれは当たり前体操のごとくやってほしいですね。<laughs> 続けるなんていうのは。まあ今やってると思いますけど。 で,で、プラスアルファ大事なのがビジネスとして大事なことが、うん、結果を出すことですね。結果にフォーカスするってことですね。とにかく結果を出すと。結果を出すためにどうすればいいのかっていうのは試行錯誤して、続けるっていうレールの中で試行錯誤して結果にフォーカスしていくと。だから目標設定ではなく結果なんですよ。うん、まあ別に目標でも夢でも何でもいいんですけど、僕は目標も夢もないんですよ。まあ目標はあるっちゃあるか。 今月の売り上げどれぐらいにしないといけないなとか、僕は最低の目標ですね。最低、まあ常に銀行口座見て、常にキャッシュフローを考えて、うん、これぐらい絶対必要だなっていう最低の目標ですね。最高の目標じゃなくて最低の目標をしっかりと絶対マストで稼ぎに行くっていうことをやってます。で、最低を積み上げるといつの間にか最高になるっていうね。どうすか。で、最高を目指してる人は、最高を目指してる人は、ね、ここら辺で、あの、 つまずいて終わるっていう。わかります。これ結構教えてくれないんじゃないですか最低の目標をつクリアする。着実にクリアすることを積み上げる。気づいたら最高になってるっていう。でも多くの人は最高の目標設定をして、えー、叶えられないく、ここで終わるっていう。ああ、遠いな、みたいな。あ <laughs> あ、遠いな、みたいな。こんな私じゃ無理だな、みたいな。わかりますもう最低の目標なんですよ。絶対クリアするっていう。この絶対を積み重ねていくってことだね、僕は大事だと思いますね。 うん、だから夢とか目標って否定してるわけじゃないですけど多くの人が夢をとか目標を達成できない理由はそこかなとなぜならば今のここの地点とここの目標の地点の開きがありすぎるんですよだからこの開きがあっても達成できる人っていうのはめちゃくちゃ強い意志がある人ですもうめちゃくちゃ強い意志がある人ですここのこの開いた分、うん 以上の、この3倍、4倍、10倍ぐらいの、俺は絶対っていう、もう意志が固いですね。何が何でも海賊王になるぞっていう意志が超強ければ、その目標は達成できます。ただし、みんなそんな意志弱いので、自分にいつも負けちゃうんで、お菓子食べちゃうんでね、サッチーさんね、ブクブク太っちゃいますからね。<laughs> 意志が、意志強い人間なんてまあまあいないですから。<laughs> ほぼいないですよ。だから、意志が強い人間っていうのはスーパーです。みんな意志弱いんで。 うん、昨日もね、昨のも僕はあの、ね、まあ、限定公開で今やってますけど、あのーまあ、男飯を作ろうと思ったんですよ、男飯をね。だけど、最近なんかあの料理取りながらビール飲みたいんですよ。でね、でもあの30分後とかにもコンサルが入ってるんですよ、だからコンサル入ってるから、ちょっとお酒やじゃなくて、まあ、お酒飲まないにしようと思ったんですよ。意思弱いっすね ピショって大丈夫大丈夫これぐらいちょっとなら大丈夫 <laughs> 飲んじゃいましたよ。飲んじゃいましたよ。でもこの、ね、まあ、ちゃんと仕事はね、いいコンサルしてますよ。<laughs> 仕事はちゃんとやりきりましたけどね。お酒飲んでも。まあ、そ,の多分そのコンサル生は絶対このコンサル入る前にこんな、えーね、酒飲んでね、やってるとは1ミリも多分思わないです。もう的確に。 的確にアドバイスしてたので多分1ミリも思ってないでしょうね <laughs>、はい。いろいろお話ししましたけど、あのーまあ、使えるようだったら使ってください,、はい。最低の目標を確実にクリアしていくと。それが一番僕は、僕はですよ。人それぞれ違うんですけど、ただほとんどの人は夢、目標を叶えられないんで。 夢目標を設定したら叶えられるんだったら設定すればいいと思うんですけど、大体せ、大体叶えられないんで。<laughs> えそうじゃないですか。まあ、そんなもんなんで。で、それはなぜかっていうと、現時点とそれが、ここの開きが非常にありすぎるってことですね。で、この,この差を埋めるためには、圧倒的な意思、気持ちの強さ、マインドがないと、ここは縮められないです。 だから本当にその企業でね、めちゃめちゃ成功してる人とは、ぶち抜いてる意思があるんですよ。だから不屈の精神があります。精神力がもう、基準が高いんですよ、精神力の。だからここに関しては、個人差があって、さらにもともと培って、人生の中で培ってきたものだったりとか、もともとのベースっていうのがやっぱ違うので、うん、難しいですよね。うん、だから一部なんですよ。 成成功ででききるる人人っってていいううのはその夢目標達だけど僕が夢目標を確実に達成できる方法があるとするならば最低な目標を絶対100%でクリアするっていうこれを積み上げてったらいつの間にかここになりますんで、うん、だそうじゃないですか階段積み上げてたら登れますよねだから0.1段でもいいんですよ1段 もう一段、もう一段今日絶対マストクリアする。一段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 クリアする。段クリアする。もう階段であとの、もう天国行けますよね。あ天国行っちゃったね。爆ク <laughs> 爆竜ーバ <laughs> <竜>チャオ